やばすぎる。じゃーん、二郎系ラーメンが届きました。今の時間はなんと夜中の深夜2時17分です。デブだよ。2時に二郎系ね、二郎系2時やばい。すげー幸せ。今日はね、なんでこんなベッドにね座ってるのかっていうと、あの脂肪吸引のねダウンタイム中で、今2日目の夜なので、お尻とかもね、太ももとかも痛すぎてベッドにしか座れなくて、まあ一応ベッドではないところでこう食べれるということにしてます。してますというか、させていただいてます。まあね、こんなところに奇跡的に机みたいなのがあって、ちょうどしてありがたい。本当に。はい。夜中に二郎系だよ。やばいよね。最高なんだけど。こちらです。見とってる。怖い。合ってる合ってる。とエビ餃子なんとか10個入りみたいなやつ、めっちゃうまそう。あとこれ飲んどけば痩せるやつ、はい、黒ウーロン茶で、秋用はなんだっけ、これなんだっけ、家系合ってる合ってる。ということでいただきます。いただきます。やばすぎ、ニンニクとか全部入れちゃったからさ。てか二郎系何気に初めてな気がするからさ。うん、うん、え、意外と味薄い。タン、タン入ってる。あ、タン二郎だからタンが入ってんの、そういうこと。やば、ニンニクだよこれ。ニンニクだ。うお、全入れ、全入れだよ。明日もホテルで1日過ごすので、ニンニク全入れです。全入れって言ってもさ、めちゃめちゃあったよね。うん、めっちゃもう例えられない。うーん、うん、めちゃめちゃニンニク、やばい。付き合いのやつはそんな入ってないよね。うん、そこまでだと思う。うん、うわ、すごい。めちゃめちゃニンニク、うまい。なんか二郎系に行ってみたくて、ちょっとね、練習がてら頼んでみました。さっきからずっとお腹空いてたから、ずっとお腹空いて死ぬって言ってたよね。独り言でもお腹空いてる。あんまりラーメンを食べてるときに上からカメラで撮ることないから新鮮。確かに下からいつも食べてすすってるからさ。確かに中身全部見える。うん、ほんとに麺食べれてるか。うん、麺食べれてる。太い、麺が太すぎてなんか重い。炭治郎ラーメンっていうのにして、やばい、なんか油となんかいろいろやばい。うん、なんじゃ、うん、メンマはちょっと甘めですね。失礼にするわ、ニンニクの刑に。でも多分明日の、もう清掃の人びっくりだよ、マジで。くっそこの部屋、こんな二人で。くっそだよ。うん、うん、なんかさ、意外と味薄く感じない。うん、確かに。
こっちも、うん、いただき、うん、うん、うん、え、なんか中入ってたかな。え、皮だけってこと。皮のもちもち感がすごすぎて9割ぐらい皮な気がする。そう、だよね。ほんのちょっといる。9割、9割皮だよね、うん、9.5 割ぐらい。もちもちがすごい。うん、うん、うん、とてもダウンタイム中とは思えないですよね。みんながっつり食べてるし、本当に次の日なんもないとさ、こんなん食べれないよね。うん、ね、もしかしたら明後日まで行くんじゃないかぐらいのニンニクの量だよ。確かに、やばそう。すごいな、なんかこんな感じなのか、二郎系って。うん、それでニンニク、野菜マシマシ、うん、野菜マシマシだともやしが多いってことかな。うん、もやしだけなのか、キャベツとかもあると思ってた。違うかな。なさそう。なんか二郎系ラーメンに緑は乗ってないイメージ。なんかこういうなんか白と茶色みたいなイメージ。油と麺が太いんだね、二郎系は。すごく、うん、うまい。食べるの大変、吸えない。なんか噛み切っちゃうか、ベロで巻くしか食べれない、これ。吸えない。もう思いっきり吸ったらなんか飛び散る。いろんなところに飛び散りそう。多くない？なんかずっと増えてる。減らないんだけど、うん、なんで？なんで？私がいっぱい食べてんのかな、こっち。早い。早いのかな。うん。うん。うん。まだめ。まだ最初ぐらい残ってんじゃん。すごいんだけど。全然残ってんじゃん。なんで？ぐらいしか吸えない。うまっ。うん、暑い。一緒に見てる。え、時計だよね、見てる。だよね、私も。何分で食べてんだろうと。15分。15分。最初ちょっと喋って、喋る前にも回してたもん。時計を見ようとして。二人でずっと見えない。うん。今日は今2時半とかだよね。4時ぐらいまで起きてないとさ、太るよ。これはやばい。2時間は仕事します。2時間は仕事するよな。うん、もうこんな少なくなってきた。ちょっとごめんなさい、暑いです。すいません、立ち上がれなくて。ダウンタイム2日目なんですけど、よちよち歩きしかできないし、立ち上がることが一人じゃできないから、あとね、ベッドからね、足が下ろせなくて、マジでもう何もできない、ね、
まあ人によってねダウンタイムは違うと思うんですけど、私の場合は、ふくらはぎと足首と太ももとお尻取ってるから、ふくらはぎと足首って相当多分、歩くのに必要な筋肉だから、太ももだけ取ってる人よりかは全然歩きにくいんじゃないかなって思う、けどなんか思ったより私なんか痛いとかはあんまり、助けてもらってるからっていうのもあって、あんまりなんか痛いっていう感じがあんまり、まあ痛いんだけど、そりゃけどなんか痛いような動きを全部サポートしてもらってるから、あんまりそんななんかないって感じです。それはまたね別の動画で出すので。うん、うまい。ラーメン完食しました。いや、普通盛りがいいね。やっぱりこれ普通盛りだけど、そのお店で頼む時も普通盛りがいいかもしれない。なんかバシバシとかしたらやばい。あの量っていうよりかはこのなんか油っぽいのをそんなにいっぱい食べれるかというところですね。黒ウーロン茶がうますぎる。エビワンタ、うん、うんうん、美味しい、めっちゃうまい。コーラ、うぅ、顔に飛んだ。おぉうまそう。炭酸すごっ、強いんだ、そんないつもさ、ペットボトルのコーラは飲まないんだけど、映画館とか、なんかハンバーガー屋さんとかさ、そういうお店の氷が入ってるコーラしか飲まないからさ、これめっちゃ強いよね、炭酸。ちょっと飛ばされた、うん、あーうまっ、うわー、よし、はい、ということでごちそうさまでした。明日もね、頑張ってダウンタイム乗り越えたいと思います。また脂肪吸引の経過については動画をね載せるので、ぜひチェックしてみてください。ではおやすみなさーい。